イゼロアックスの筐体会。ゼロアックスは、ニンテンドーとのコラボレーションによって2003年6月に、セガより発売されたアーケード用、レースゲーム。ニンテンドーゲームキューブ用ソフトゼロ g x のアーケード版であり、連動要素も存在する。発売前に付けられていた課題は、ゼロ a c システム基板は、トライホースを使用。筐体は、マシンの一つ。 ブルーファイルコンを意識したデザインである。筐体は座席が動くデラックス筐体と座席固定のスタンダード筐体のほかモンスターライドが存在した。ライセンスカードと呼ばれる専用の IC カードを使用することでオリジナルマシンの使用やタイムアタックにおけるインターネットランキングへの参加が可能だった。インターネットランキングは2004年6月25日で終了。 カイゼロ GX のデータを保存したメモリーカードをセットすると GX に登場するマシンおよび GX で登場するパーツを使用したオリジナルマシンを使用することが可能になる。また一定条件下で AX のマシンが GX で使用可能になったり GX において AX のコースで走れるようになったりする。GX のメモリーカードと AX のライセンスカードを 併用することで、AX のオリジナルマシンを構成するパーツを GX のシステムデータにダウンロードすることができる。これにより、オリジナルマシン作成の幅が広がる。GX、AX のパーツが混在したマシンも GX のガレージデータを介して AX で使用することが可能。回、0AX における1回のプレイの流れは以下の通り。筐体によって多少異なるが、 ここでは座席が動くタイプの筐体で説明する。座席の位置を調整し、シートベルトを締める。シートベルトをしていない場合には座席が動かないようになっている。すでに作成してあるライセンスカードを使用する場合を呼び替えゼロ、GX のデータを入れたメモリーカードを使用する際はこの時点で指しておくと良い。クレジットを投入し、スタートボタンを押す。 筐体に応じて一クレジットに値する金額は異なる。ライセンスカードの作成もしくは引き継ぎを行う際はその分も投入する。スタートボタンを押した時にプレイ時の注意事項が出る。隠しカードの読み込み、ライセンスカード及びメモリーカード使用の選択ライセンスカードを使用する際は筐体右側のカードリーダーに挿入する。持っていない場合はアクセルを踏むか。 ブーストボタンを押し、新規作成の選択へ進む。なお、カイゼロ GX の初回出荷分についていた、ものなどの特殊なライセンスカードがセットされた場合は、名前入力となる。この時に、GX のメモリーカードを検出し、読み込みを行う。使用する場合は、この選択を行う前に差し込んでおくこと。ライセンスカードの新規作成ライセンスカードを、 入れなかった場合、新規に作成するか否かの選択を行う。ここで作成する場合、名前を入力し、インターネットランキングでプレイヤーを識別するための ID の発行を受ける。この時ボディブースターコックピットの各パーツがそれぞれ10種類の中から選択され、オリジナルマシンが与えられる。前述した特殊なライセンスカードを挿入した場合は、 名前入力と ID 発行が行われる。オリジナルマシンの初期状態が記録されているマシンである。こと以外は一般の新規作成時と同じ。ライセンスカードの引き継ぎ処理。ライセンスカードには1枚につき50回という使用回数の制限が存在する。この制限に達しているカードを入れた場合、ここで引き継ぎを行う。引き継ぎが行われた場合、 古いライセンスカードが引き継ぎ処理済みのマークが印字された上で排出されるので取り出す。新しいカードはゲーム終了時に排出される。ライセンスカードの状態の表示ライセンスカードを使用している場合、ここで現在使用可能になっているオリジナルマシンなどの現在のプレイヤーの状態が表示される。ゲームモードを選択する。 30台によるレースを行うか1人でそのコースのタイムを競うタイムアタックを行うかを選択する。なお、レースモードでは最高4台まで通信が可能であり、レースモードを選択した時に空きの筐体がある場合は、その空きの筐体に対戦相手を募集するメッセージが表示される。コースを選ぶ6つのコースの中からプレイしたいコースを選択する。タイムアタックの場合は、 パドルレバーで対戦相手となるゴーストの選択を行う。マシンを選ぶ。デフォルトで使えるマシンは14台。うち4台はブルーハルコン他で他の10台も GX のものとは異なる。ライセンスカードを使用している場合は、これとは別にカードに記録されているマシンが GX のメモリーカードを使用している場合は、そのカードに記録された ガレージデータに入っている4台のマシンが追加され、これらのマシンから選ぶことも可能。セッティングの調整を行う。コースに合わせてエンジンの調整を行うことができる。カーソルを左に持っていくと加速が良くなる一方で、若干最高速が落ち、右に持っていくとその逆となる。パドルでカラー変更も可能。プレイする。基本的な操作は一般のレースゲームと同じ。 画面上で制限時間のカウントが行われ、その間にチェックポイントを通過できないと時間切れでリタイアとなる。なお、コースアウトやエネルギー切れでのクラッシュしたその時点でリタイアする GX とは違い、路外に転落したりエネルギー切れで接触したり後に上げるアタックなどでクラッシュした場合は若干のタイムロスの上でその場に復帰する。クラッシュさせた場合は若干エネルギーが回復する。 以下に本作品の特殊な操作を挙げる。特殊なターンパドルレバーを単独で操作することにより、まっすぐ進んだままラインを左もしくは右にずらすことができる。パドルとハンドルを同じ方向に操作することで、ハンドルだけで曲がるよりも若干急に曲がることができる。アクセルを踏んだまま一瞬ブレーキを踏み、それと同時にハンドルを切ると、マシンの後部をずらしながら曲がることができる。 ライバルへの攻撃パドルレバーを2回引くと、その方向に急激にスライドして、体当たり攻撃をかけることができる。両方のパドルレバーを引きながら、ハンドルを切ることで、マシンを回転させることにより、周囲のマシンを吹き飛ばすことも可能。ブースターの使用2周目以降、画面上にあるエネルギーゲージの色が変わって、ブースターの使用が可能になったことを表す。これ以降、 ハンドル中央もしくはその右にあるボタンでブースターを作動させスピードを上げることが可能。ブースター使用時若干のエネルギーを消費する。エネルギーゲージの残量がある限りブースターを使うことが可能であるが使いすぎるとライバルマシンとの接触でクラッシュしたりすることがある。プレイ終了後レース終了後乾燥時には今回のプレイにおける各周回のタイムと総合タイム 最高速度などが表示される。レースモードをプレイしていた時は全員の順位表が表示され、1位だった場合はエンディングが表示される。タイムアタックモードではそのコースのランキングが表示され、ライセンスカードを使っていないでランクインした場合は名前入力となる。パイロットポイントの加算、マシンパーツの乾燥ライセンスカードを使用していた場合、総合タイムや ライバルマシンなどに接触した回数、レースにおける順位や、ライバルマシンを撃破した回数などによって、パイロットポイントが加算される。この累計値が一定以上に達するとパイロットランクが上がる。なお、パイロットランクの計算は後日のパーツ乾燥や、パイロット変更で消費した分も含めた累計値で行われる。パイロットポイントのうち未使用分が一定以上ある場合、 オリジナルマシンのパーツの乾燥やパイロットの変更が可能になる。変更した時にポイントを消費するが、ランクの計算には影響しない。GX へのデータダウンロード GX のデータが入ったメモリーカードを使用していた場合、以下のことが行われる。ゲーム終了以上の処理がすべて終わった後、シートベルトを外すことや隠しカードを抜き取る指示が画面に表示され、1ゲーム終了となる。 ライセンスカードの使用回数が制限いっぱいになった時には次回のプレイ時に引き継ぎを行うよう指示するメッセージが表示される。なお、ライセンスカードを使用してタイムアタックを行った場合、この時にインターネットランキングのパスワードが表示される。この時に表示されるパスワードは今回走ったコースにおける最高記録のものである。カ 難易度別に6つ存在する。ソニックオーバル以外は、特定条件において GX へのダウンロードが可能。ミュートシティ、マイナスソニックオーバルアロポリスマイナススクリュードライブ、アウタースペースマイナスメテオストリームポートタウン、マイナスシリンダーウェイブライトニング、マイナスサンダーロードグリーンプラント、マイナススパイラルイ、ゼロアックスモンスターライドは、イ、ゼロアックスの足とも言えるアーケードゲーム。 2005年8月頃に東京ジョイポリス3階フロアのジュラシックパークライドの隣に4台設置されていた。カイゼロアックスライセンスカードと任天堂ゲームキューブのメモリーカードの使用は不可能。ゲームの内容、操作法はカイゼロアックスと変わらない。デラックス筐体のシートが前後で支えられ右左に回転するのに対し、モンスターライドは宙吊り型であり。 筐体の上の四つの油圧シリンダーにより乗船感覚が楽しめるというものである。ありがとうございます。